はい、こんにちは。ジャーマンアリス通信販売花坂ジジイネット店主の清水です。今日は2015年5月2日です。ここのところ真夏のような暑い日が続きましたが、そのおかげでジャーマンアリスもぼちぼちと咲き始めてきました。こちらの方でモダンクラシックなどがもうそろそろ咲きそうですが、こちらも今日咲いていました。他にはつぼみはかなり見えますが、今にも咲きそうな感じですね。こちらは古い品種のピンク色の花です。こちらの方も咲いてきました。畑にはポピーもちょっと植えたんですが咲いています。まだミニ品種も少し花を残していますね。こちらの方は4月に咲くんですが、まだいくつかは残っています。まだデビルベイビーも咲いてますね。はい、こちらの方がオレゴンの方から取り寄せた品種なんですが、なかなか綺麗な花です。上がピンクで下が紫、名前はちょっと読みにくいんですが、スラップスティックですね。はい、ちょっと小さめの花ですが、なかなか可愛い花です。こちらの方では縞模様のジャーマンアイリスが咲いています。ホイットですかね。こちらの方にもちょっとヒゲがホーンのように突き出てるジャーマンアイリスが咲きました。他にはもうつぼみがかなり見えています。このような紫のジャーマンアイリスも咲いています。こちらはかなり花が大きめの大輪ですね。手のひらと私の手も結構大きい 手なんですけど、なかなか大きい花です。あ、オレンジ系の花も咲き出していますね。ひげが濃いオレンジでなかなかいいですね。はい、あとエレガント系で、エレガントな上が白で下がサーモンピンク、こちらもなかなか綺麗な花です。こちらはこれから咲く感じですね。 あとホーンが変形してスプーン状になってる、これがヒゲの先がスプーン状にこう伸びてるものですね。これがスプーンというんですが、こちらの方も咲いています。あとは向こうの方にも少し咲いてますが、こちらも先日咲き出したものですね。もうつぼみがかなりあるので、あと2日ぐらいすればかなり花が見れると思います。こちらも咲いていますね。こちらも同じような花で、白に紫の混合模様ですね。はい、こちらの方は私の友人の人が交配して作り出したティースペシャルでしょうかね。こちらはヒゲの先が、これラフランスっていうんですかね、こういう風に何かもう複雑な感じですね。ちょっと今西日が差しているので、こんな感じですね。はい、
とはこちらの方で縞模様の紫系が咲き出しました。あとはこんなような花も咲いています。もうほとんどこう見るとつぼみがいっぱいあるので、これから咲き出すというところですね。はい、このような花も咲いています。あと向こうの方に咲いているのがあるので、ちょっと動画撮影したいと思います。こちらの涼しそうな色合いの白と薄紫のジャマイスも咲き出していますね。はい、長崎ジャマイス園の一部先にも行っていないでしょうかね。だけどこのゴールデンウィーク中にはかなり花が咲いて、ジャーマンアイリス畑、高崎ジャーマンアイリス園からお届けしました。失礼します。